最後は男の中でも最も男っぽい愛知県国府宮神宮の裸祭り。1200年の歴史と伝統を誇るこの祭りは日本三大奇祭の一つ。選ばれた神男に触れると不況退散、厄落としの効き目があるというところから、6000人の裸の男が神男を目指して揉み合う。冷たい水も一瞬にして湯煙と化す。裸の男たちの勇壮な舞。長かった冬も終わり、春の話題があふれる今日この頃だ。